どうしよう。どうしようって大将。あ、大将、旗。やっと落としたみたいですわ。よかったです。城へ逃げ込むぞ。今急が。旗？ボルボレードが落ちた。別動隊やと？そんな兵力あるわけ。どうやらまだ伏兵がいたみたいだね。ジュディ、初めの伏兵は負けだよ。私たちにそれ以上の余剰戦力はないと思い込ませるためのね。本体をおとりに使おうた言うんか。敵にも面白いやつがいるってことだよ。ガヤ君、どこ行く？今から要塞を攻める。どうせ大した兵力はないんや。一気に落とせるわ。バカな、強撃されて全滅するのがオチだよ。そやかて引けるか。難攻不落のボルボレードやで。それ落とされて。つまらないプライドで命を捨てるな。つまらんてお前。生きていれば再戦の機もある。今は引くんだ。アホ、男にはやらなあかん時が。私はそんなつまらない理由で君を失いたくない。キッタロ、君の甘いところが好きなんだ。まあええわ。隊長、敵が引いていきます。勝ったな。はい。でも隊長。なんだ？どうしてこの策を前に使わなかったんですか？そうすればセリア様たちも。あの時やっても敵は乗ってこなかったよ。は？前は俺たちの方が兵力で勝っていた。だから相手も伏兵を警戒して戦力を小出しにしかしない。はい。でも今は違う。一連の作戦で俺たちの兵力を半減させたって自信がある。だから一旦伏兵を見せてやれば。それで全兵力だと思い込み城を開ける。そういうこと。ケーキを使うことで乱戦に持ち込めば、こちらの意識が要塞攻略ではなく魔導砲の発射を防ぐことに向いていると思い込ませることもできる。それに敵には焦りもある。焦りですか？そうだ。ここで俺たちを殲滅できれば和睦がなるかもしれない。それで全軍を出してくると？そういうこと。連中だって一日も早く戦争を終わらせたいだろうからな。さてと。ん？隊長、どこに行くんですか？リュシスのところだよ。作戦を承諾したとはいえ出しに使われたんじゃいい気しないだろうしな。リュシス様はそんなことを気になさる方とは思いませんが。部下がいるでしょ。部下が。部下？自分の上官をおとりに使われたんだ。俺が礼の一つでも言いに行ってやらないと、あいつの立場もないもの。あ、確かに。ダメだよ、アリアちゃん。兵法書ばっかり読んで人の心を忘れたら。じゃ、そういうことで。あ、隊長。まあ、いいか。インジェラ軍の将ヒューイ・エルザードの策略により、難攻不落と言われたボルボレード要塞は実に141年ぶりにその建造主の元へと戻った。これによりインジェラ軍、先の作戦失敗による軍事バランスの変化を挽回、再び侵攻を開始する。時に新西暦358年8月のことである。ボルボレード要塞を攻略し魔導砲を打破することに成功したインジェラ軍は、その軍事技術の研究のため魔導砲を首都パルミラへと移送した。
そして第七西部隊の警護のもと、20日間の時を要してパルミラへ到着した魔導砲はすぐさま研究所へと移送された。だがこの時、この魔導砲が終戦へと大きく働きかけていくことを予期するものはなかった。お呼びでしょうか。よく来たの。来いと言われれば来ますが。ヒューイ、もう少し言葉を。よいよい、相変わらず良い返事じゃ。ありがとうございます。それで今日は何？ボルボレードでの活躍を聞いてな、少し褒めてやろうと思うてな。はっ。お主の活躍嬉しく思うぞ。おかげでわしの顔も潰れずに済んだ。そこで何か褒美をやろうと思うのじゃ。何をいただけるのでしょうか。昇進。え？と言ってもお前は喜ぶまい。は、軍務総裁殿のおっしゃる通りであります。そこでじゃ。ダル君命である。は、第七聖騎士ヒューイの勲功に報いるため、第六聖騎士シルエラをその参謀として配属する。は、また現在第七聖部隊に同行しているセシル・フォーワード、ルナール・セロン両名を正規の軍人として認め、その編入を許可する。両名を軍人にですか。そうじゃ。今のままじゃ何かとやりにくかろう。いえ、別に。特例だ。芸家に感謝するのだな。は。伝達事項は以上だが、何か質問はあるか。はい。今後我が隊はどうすれば。今回の損害に伴い西部隊自体を編成し直す必要がある。それまでは程度で休息を取ればよい。休息ですか。お主が一番得意なものであろう。は、下がって休め。失礼します。しかし芸家、本当によろしいのですか。民間人を徴用するなど前例のないことですが。ヒューイに惹かれてついてきておるのじゃろ。どうしようもあるまい。しかしインジラ様の教えに反するのでは。そうかもしれんの。じゃがのタルギスタン。はい。悲しいとは思わぬ。生まれ落ちた時、すでに戦わざるを得ぬ者、戦うことすらできぬ者が定められておるのだ。ああ、共に戦いたい者たちが集う。今のヒューイたちが人の本来あるべき姿なのかもしれぬな。そうですな。ですが芸家。年寄りの愚痴じゃよ。気にするな。ヒューポン。はあ、もうヒューポン遅い。待ちくたびれたやんか。その呼び方はやめろ。え、気に入らへんの。ほな、ダーリン。それもやめてくれ。ほな、なんて呼ぶん。普通に呼べばいいだろう、普通に。ほな、ヒューポン。もういい。うん。で、こんなとこで何してんだ。何って、都見物。見物ね。なあなあ、どこを連れてってくれるん。
連れてくって宿舎。案内してくれへんの？だって疲れるし。そやかて、お嫁さんを田舎に連れてきたら普通案内するやんか。ここ田舎じゃないし。田舎やのうても、それにお嫁さんでもない。もうええ、一人で行く。元気でな。何が？うち都初めてやねんで、迷子になるかもしらんし。ああ。怖い人に騙されてどっか連れて行かれたらどないすん。なあなあ、ええやろ、連れてってえな。一人で行くって言ったじゃないか。そやかて、一人やったら面白ないもん。なあヒューポン、一緒に行こう。拗ねても連れてかない。もうええ、ヒューポンなんか大嫌いや。さてと、あれ、あの触覚は。セシル？あ、やっと気がつきましたわね。さっさとその薄汚い頭をどけてもらいたいものですわ。あ、悪い。来たボールも避けられないなんて、ほんとおまぬけですわ。何ですの、人の顔をじっと見て。あら、私としたことが気づきませんでしたわ。私の美しさに見とれてしまったのですわね。知らず知らずに殿方の心を奪うなんて、美しさは罪ですわ。てっ、おお。あの、これってちゃんと取れたんだ。返してください。なんで、取った方が。お願いします。うん、それがないと。なんか悪いもの食ったのか。塩らしいから。ですから私、それがないとダメなんです。メガネが。なんで。それは、ちゃんと言いなさいよ。出ないと返さないよ。できないの？さっき子供と話してたじゃないの。子供は大丈夫なんです。可愛いから。でも、大人の人とは。それがなんでメガネになるの？相手の顔が見えませんから。だから怖くなくって。嘘だろ？あの、でも、このことは他の人には言わないでください。別に言ってもいいじゃない。せっかくお友達になれたのに、このことがバレたら。友達だったのか。やっと打ち解けられたのに、また嫌われたくないんです。
打ち解けたね。お願いします。秘密にしてください。言った方がいいと思うよ。お願いします。まあ別にいいけど。ありがとうございます。それでメガネを返してほしいの？はい。条件ですか？そう。それで何を？そうだな。キスですか？そう。わかりました。どうぞ。では失礼して。ん？おお！なんでこんな簡単なことに気づきませんでしたのかしら。え？目を閉じたら何にも見えませんもの。あ！というわけで、よーくも人の弱みにつけ込んでもてあそぼうといたしましたわね。いや、それは問答無用！待て。お死になさい。ですわ。楽しそうだな。当たり前じゃないですか。シベラさんが舞台に加わってくれるんですから。そんなに嬉しいのか？私がどんなに苦労してるか考えたことありますか？大変だね。体調にも一因があるんですが。あ、そう。とにかくこれで第七生部隊にもまともな人間が。ヒュー様。よう。迎えに来てくださったんですか？どうせ着任許可出さなきゃダメだし、早い方がいいだろ。そうですね。この度第七生部隊に配属になりました、シルエラ・プリシナーです。着任を許可する。はい、よろしくお願いします。そんな、こちらこそ。それで他の方たちは？みんな弊社で待ってます。そうですか。じゃあすぐにご挨拶に。じゃあ正式な転属はまだ？はい、辞令はまだいただいてませんから、推奨人の形になるんです。まあ明日には辞令が出ると思うよ。はあ、でも夢みたいです。ヒューイ様と同じ部隊に配属されるなんて。喜んでもらって嬉しいよ。どこがいいんだか。なんか言ったか？別に。早く入りましょう。ただいま。なあなあ、はよご飯にしよう。うちな、今日は一生懸命作ったんやで。そうか。おい。なんやあんた。それはこっちのセリフです。離れてください。なんでそんなんあんたに。部下が必要以上に上官にくっつくのはよくありません。まあまあ。ヒューイ様を黙っててください。はい。とにかくヒューイ様にベタベタしないでくださいね。でないとけじめってものが。けじめ？そんなん気にせんでええよ。あなたが気にしなくても私が。
そやからうちは特別なん。特別？どういうことですか、ヒュイ様。どういうことって、さあ。あんな、うちら夫婦なん。夫婦？そう。そやから、うちはヒューポンにくっついてもええの。ヒューポンって、本当なんですか、ヒュイ様。結婚はしてない。式はまだやけど、二人はちゃんと誓い合った仲なんや。誓い合ったって？あの暑い夜に、共に人生を誓い合ったの。暑い夜？そうやな、ヒューポン。さあって、何その言い方。ヒュイ様、ちゃんと説明してください。何怒ってるんだよ。別に怒ってません、ただ。あ、そうだ。何ですか。歓迎会しなくちゃ。歓迎会？ごまかさないでください。だってシルエラ来たし。ねえねえ、外でやんの？お出かけです。というわけで出発。ヒュイ様。はあ、はい、ヒュイポン。あん、一人で食べれるって言ってるだろ。ええやんか、ちょっとくらい。ちょっとシルエラ。はい。なんなのよ、あの馴れ馴れしい子は。ルナールさんって言ってヒュイ様の部下です。そんなこと聞いてんじゃないの。なんでベタベタくっついてるのかって聞いてんのよ。それはその何？わかんないの？はい。ったく、あんた何のためにヒュイと一緒にいんのよ。変な虫つけないためでしょうが。そんなこと言われても。ヒューポン、次何食べる？タコ？イカ？それとも生子？自分で決めるからほっとけよ。そんなんあかん。ちゃんと旦那様の健康管理もせえなあかんの。旦那様みたいです。おお、あったまきた。シルエラ、これ飲みな。でも私お酒は。いいから、ほら早く。これで完璧。ほら、シルエラ、ヒュイのところに。うるさい、わらじで命令するんじゃない。私は、わらじの思うままに行動するのだ。やば。そして、私の思いはただ一つ、悪の撲滅。というわけで、おい、そこのヤクラ。うわ、ちょっと、シルエラ。ふっふ、成敗してくれるわ。はい、ヒュポン、タコ。はいはい。ん？何や？ヒュイ、大変だよ、シルエラが。はあ、はっはっは、私は無敵なのだ。かか
何やってんだあいつ。とにかく止めてよ。このままじゃお店が。わかったわかった。おいシレラ、やめろ。あれ、ヒューイ様がいっぱいいるろ。危ないからそこから降りろな。貴様もこの雨の仲間か。よくもうちのヒューパンを。お前らみんな覚悟できてんやろな。おー、面白そうですわ。私もご助成いたしますわ。行きますわよ。あ、気がついた。ここは？ここ？私の部屋だよ。もうあれからヒューイの部下が暴れ出すわ。憲兵隊が来るようで大変だったんだからね。他の連中は？みんな憲兵隊に引っ張ってくれたけど、あとシルエラは気を失ってたから隣の部屋で寝かしてある。そうか。あのさ、お前知ってただろ。え？シルエラがシュランって知っててわざと酒飲ましたな。なんで？お前が無理やり飲ましてたの見たからな。ごめん。ごめんで済んだら憲兵隊なんていらないよ。うん。なんであんなことしたんだ。なんでって、ルナールって子がヒューイにくっついてたから。はあ？それで邪魔してやろうと思って。あのな、そんなくだらないことで。くだらないことないよ。私はヒューイのこと好きなんだから。好きって、お前。あ、見るか。本当は悪いことだって分かってたんだよ。でも私、シルエラやルナールって子みたいにヒューイと一緒に戦場になんていけないし、それにヒューイもめったに帰ってこないもん。だからバルミラにいる時くらい私のことだけ見ててほしかったの。でないと私見るか。なんか涙出てきちゃった。らしくないね、こんなの。じゃあ私もう行くから。今日は本当にごめんね。見るか。わかったよ。さて、